ケイト・シェレンバックはアメリカのミュージシャン、テレビプロデューサーである。ルシャス・ジャクソンのドラマー、ビースティ・ボーイズの結成メンバーでもあった。シェレンバックはニューヨーク州生まれ。1981年から1984年までビースティ・ボーイズで演奏し、2000年春にバンドが解散するまでルシャス・ジャクソンのドラムを担当し、2011年に 再結成した際には再びドラムを担当した。シェレンバックはまた、チップ・イングリッシュが加入する前の1993年初頭の極短期間パンクバンドルナチックスのドラマーを務めていた。その後、エレンの部屋のセグメントプロデューサーとしてエミー賞を受賞し、2007年12月4日放映の番組で初めてカメラの前に立ち、 ホストのエレンでジェネレスと共にボンゴを演奏した。また、過去には、ロペストゥナイト、キャシー、ラブユー、ミーン・イット・ウィズ・ホイットニー・カミングス、チェルシー・レイトリー、ハロー・ロス、そして現在は、レイト・ニ・ショー・イズ・ジェームズ・コーデンのプロデューサーとして、活動しています。シェレンバックは、ニューヨークの理数系の高校である、スタイビさんと高校に通った。ブリーダーズのベーシストであるジョゼフィン・ウィックズと、 恋愛関係にあった。交際中、二人はアメリカで発行された全国的な LGBT 雑誌ザ・アドボケートの記事で取り上げられた。二人は、短命バンドレディースフーランチを結成し、ウィックズがレコーディングと共同プロデュースを行ったルシャス・ジャクソンのサイドプロジェクトコースターズでは、シェレンバックがドラムを演奏している。ありがとうございます。